下山するの？アイテムゲットした、投げろ。レフトやらして。え、登んないの？みんな下山するの？7号目金梅8号で、あなたのパフェ、事故あったらしいからあんまり上まで行っちゃいけない。事故あったってだって落石でしょ。いや今回のと関係ないでしょ。そもそも今回は雨と風でしょ。雨と風、そもそもが、関係ないでしょ。もちろん頂上に行ってから下山。頂上には行くんだ、頂上には行くんだね。まあ頑張ってもらいたいですね、頑張ってもらいたい。俺は絶対登んないけど、絶対登らんよ、こんな雨の中。俺雨の中外出るのが一番嫌なんだもん、本当に。雪の時ならまだしも、雨なんて絶対だわ、マジで。濡れんのが嫌だもんな。踏み出して、引いて選んで。放送的にも綺麗な景色見せるんだったらね、山とか見せるんだったら晴れてる方がいいもんな。まあ山の天候って変わりやすいからね、難しいだろうけど、まあそれぞれが自分の判断で下山したりとかするじゃん。だから一歩間違えるとさ、もしかしたらさ、遭難したりとかさ、事故に遭ったりとかするからさ、なかなか難しいよね。まあ自己責任だけど。どの配信も風の音がすごくて聞こえない。なんでみんなヘッドセットにしないんだろうね。ヘッドセットにしてんのかな。ヘッドセットにしてればいくらでも風なんか防げると思うけどね。洋服の中に入れればヘッドセットだったらね、全然平気だし、今回の冬そばぐだってる。そうなの？まあ、天候が悪いからじゃないの。なかなか登れないからじゃね。そうなんだ。全然最初朝見たぐらいで、それ以降見てなかったんだね、俺。そうなんだ。マサヤンって人が今登ってんだね、金梅たちと。マサヤンっていう人だけだね、今やってんのね。石川とかももうやってないんだね。それと2万勝ち。石川もやってないね。便所もやってないね。エスカンいらっしゃい。リタイアも多い。まあでもリタイアしても別にいいんじゃね。まあ仕方ないよね。もう天気が悪いんだから。達人いらっしゃい。あ、やってる配信者に興味が湧かないから。俺ならば、俺今回登ろうか登んないかね、考えてたんだけど、そう、金梅が参加するから、参加するのやめた。もう、ただ単にそれだけ。本当に冗談だけど、俺、今回登ろうと思ってたのよ。今回登ろうと思ってて、捨て頃終わった後に、モグオリでも、石川とかとみんなで話してたんだけど、そう、金梅が参加するのが分かったから、だからやめようと思って、そうそう、別に自分単独で登ってもいいじゃん。だから別に富士そばだけが富士山ではないので、
自分一人で登っていいなと思って、うん、ああいうバカとさ、バカと一緒にさ行動したりとかさ関わる、きっかけがあるかもしれないからさ、もしかしたら同じ山登るんだから、うん、だから登んねえ方がいいと僕はね思った。なんでまあいつも登れるんでね、うん、まあふわっと IC じゃまあ絡んでろくなことねえな多分、うん、本当に、うん、もうムカついたらぶっ飛ばしちゃうもん本当に。ダメだもん手出ちゃうから、うん、だからねやっぱムカつくやつとか嫌いなやつがいるときはなんけそこに行くことがない、行く必要がないんだよ、うん、そこはね嫌いなんだから俺が嫌いなんだから、そんな人と仲良くできるわけねえんだから。銀行いらっしゃい、ね、でもなっけ日の入りが見れるから登山登るわけじゃん。だから泊まりしないといけないからね、口より頭だけどな。俺もすぐヘッドバットしちゃうから。疲れた。なんで山なのと思うんだろうな。本当に。もう体力は自信あるよ。まだまだ。体力は全然自信ある。それは前に横山みどりというねニコ生の配信者に勝ったし。あ、そうか、日の入りは入っちゃうのもな、日の出か、うん、日の出を見たいからでしょみんな。だから止まんなくちゃいけないわね、うん、パイセンなら1合目から登ってくれそう。え、何、1合目から登るんじゃないの山って、うん、どういうこと、山って1合目から登るんじゃねえのかよ、どういうことだよ。俺富士山登ったことないから分かんねえんだけど、どういうこと、ちょっと教えて。1合目から、ま、登るんじゃねえの、一番下からってことでしょ、どういうことよそれ。5合目まで車で行ける、4合目くらいからも登れる、何それ、ダメじゃん、不正じゃん、不正、5合目からが多い、不正じゃん。チャリ旅なんかリタイアしてないよ、67号僕一度も、チャリ旅はリタイアしてないよ僕67号さん、うん、嘘を書かないで、本当のこと書くんだったら分かるけど嘘を書かないでください、うん、不正だろそんなもん、山登るんでしょ、山を登るんでしょ、なんで5合目から、なんで5合目まで、何、車とかで行くの、意味わかんねえんだけど、うん、そんな山登ったって言えんのそれ、まずダメだろ下から登んねえと、ダメでしょ絶対に。とにかく頂上に行きたい人が多いから、つまんねえな、え、そんなのつまんねえ、え、それでなんかあれだ、登ったってなってんの、わかんねえな俺には。それで登ったって言って喜んでんの、意味がわからない、うん、俺からすると、うん、そうなんだ、うん、まあいいけどね、うん、
お前登れねえだろ、やってないから分からん。午後までは車で行けるから、車で行けるところは車で行くの。もう山登るじゃねえよね。エベレストとかだって途中から登るんだよ。もう何でもいいから登る、頂上に行けばいいの。とりあえず山登りって。山登りってとりあえず山登る、登ればいいの、ってこと？まあそれなら理解するけど、とりあえず山登ればいいってことね。そんなもんなんだ。アレックスいらっしゃい。まあ、まあ俺はまああんまり満足度を感じないというか、それでは、まあ、そう思っただけね。まあそんなもんや。僕にアンチコメント書いても無駄ね。どん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 ブロックにやれるだけ、何度も何度も同じことをやろうがブロックになるだけ。以上。一緒です。バカじゃないんだから少しは学んだ方がいいよ。あ、バカか。タヌキってやっぱバカな人多いよね。タヌキだから大丈夫だろうと思ってるのかしら。全然ブロック入れるんだからね。本当バカすぎる。ね、低能なレベルの人間ほどだよね。徳島にも美味しいうどん屋さんありますか？わからない。食ってないから。徳島ラーメンしか食ってない。事故あったばっかで、まあそういう人もいるだろうね。はっきり言ってマジでいらっしゃいね。そうなんだ。まあそれでもでもきついんだろうね。富士山は五合目とかから登ってもきついんでしょ。大変なんでしょ。まあいいんじゃないでしょうか。僕がやるなら一合目から登るわ。なんかあれだもんな。じゃあ俺の性格なのかもしんないけど、性格なのかもしんないけど、まあ、納得ができないだけだろうな。多分ただ単に、一番下から登らないと山を登ったってなんか言えねえような気がする。あ、ルートによるんだ。あー、裾野が大きいから、いや時間かかろうが何も何でもいいじゃん別に。時間かかろうが何しようが別にそれをはね、それを走破することに意味があるでしょ。まずまあなるべく早く行くのはね、それはいいけど、でも走破することに意味があるような気がするけどな。俺は五合目まで車で行けるから、じゃあ車で行きましょうって。そんなこと言ったらさ、もう高尾山って、高尾山ってさ、フェリーで全部行けるからさ、フェリーっていうか何、なんだっけ、ウィーンって登ったやつ、フェリーじゃなくてなんだっけ、あれで行けるからさ、頂上まで登る必要ないじゃん、もうすでに。そう、ロープウェイか、ロープウェイで頂上まで行けるから、ロープウェイで行け。まあ頂上までは行けないけど、頂上のもうほんとすぐもう200メートル300メートルぐらいで、つかんにいらっしゃい。まあ俺がやるならまああれじゃない。